なんか来てんだよね、この後ろのさ、ハリウッド俳優がさ、レッドカーペットに乗りつけそうな車がなんか来てんだけど、メールで栄養ランキングボーナス、今回の ARC ランキングの結果により、あなたに手厚いボーナスを用意しました。倉庫でお受け取りください。ありがとうございます。なんだかこれがね、栄養ランキング、どうやら955に入ったらしい。全然意識してなかったから分かんなかったけど、なんかさ、3ヶ月連続入ったけど、みんな課金してる？もう全然意識してないんだけど、なんかもらえるんだけど最近俺が課金しすぎなだけかなこれ分かんないけど、なんかもらったんで、ちょっと今日ね、まあ乗りに来ながら、今のその豪華限定版のその価値というか、そういうものをね、話しながらちょっと行こうと思います。さあ、というわけで早速やっていきましょう。さあさあ、とりあえずね、今日はね、なんだっけ、頂点豪華限定版かな。まあ、昔の車ですので、その性能比較やら、なんかその性能をね、どんたらかんたらってのは別にいいかなと思います。まあ、そこそこ強いみたい。その最新の車の強さではないんだけど、まあ、そこそこって感じなんで。まあね、それよりも、ちょっと今日伝えたいこと皆さん、今の豪華限定版の、この無意味さ、まあ、このさ、ね、車がもうバンバン出てる昨今、豪華限定版のさ、まあ、新しいのと古いの、その2台巨頭というか、まあ、その2台以外はもうほぼ価値ない状態、まあ、そこをね、ちょっとね、僕はね、懸念点を感じておりまして、まあ、基本的にさ、その鍵ランクが高すぎちゃってと、高すぎちゃってっていうか、もう最上位固定になっちゃってて、電動車が豪華限定版の意味がないよ。昔はさ、豪華限定版狙いで課金をするみたいな、そういうのあったわけじゃない。でもなんか今は、なんだろう、課金をなんか単純にしてたら、なんかその結果なんかもらえたみたいなあのカッコいらないけどみたいなついてきちゃうんですよ。それってどうなのかなと思うんですよね。まあ逆にもしっかりだと思うんですよ。逆に豪華限定版がもう最上位っていうね、完全にそのマウントを取ってる場合であれば、あ、一人来ましたね。であれば、その、うん、逆にね、他の車が売れないから、まあ、それの逆もしかりの部分も もちろんあるんですけど、ちょっと待ってくださいね。一人来たからね。おー、ちょっと待って。2枚。ちょっと待って、2枚いる。2枚いらっしゃるぞ。え？どこ？ん？こっち来たんだけど、2人で。ちょ、待って、こっち来た、こっち来た。ん？来た。なんか持ってねえな、こいつ。おー、なんか持ってる、こいつは。なんだこれ、おい。え？あ、追っかけてたのか。なんだこれ。まあいいや。まあ多分なんか1枚しか見えなかったから、まあ2枚いたけど。まあこれで終わりかね。まあそうそう。だからさ、豪華限定版の意味が要するにないんですよね、今。昔であればさ、毎月楽しみにしてたわけじゃないですか。うわ、金幕が出た。まあ金幕あたりからね、金の幕あれ、ね、金幕あたりから、あの豪華限定版がかなりフューチャーされたと思うんですけど、まあその後ね、ピンク幕あれなんです。あとは期間の豪華限定版なんて。まあ、その昔を知る人間であればすぐパッとは出てくると思います。で、あとはなんだ、あとあれだ、ほら、一瞬だけ流行った豪華限定版、あの電動車が出るタイミングでなんか出たな、なんだっけ、なんかあったじゃん。わかる？わかる人はわかると思うんだけど、電動車の、旧電動車が出る、ちょっと前になんかすげえ強えみたいな車があったわけです。それも電動車が出てなんか流行ったみたいな。あ、でもそのなんか 4,5 台ぐらいかな、フューチャーされたのは。で、そっからその電動車が出ちゃって、もう鍵ランクはね、もう最上位固定で、うん、そっからなんかもう電動車しかもう目立てなくなったよね。そのコラボ車とかもさ、まあ言うてさ、いくら強くても、その、鍵の階級が弱いってことによって、全くなんかもう見られてない状況。これはね、いかんせんどうなのかなと思って。ぶっちゃけさ、鍵ランクって必要ですか？中級チケットとの差別化は必要だと思うんですけど、なんか金枠でなんかそこで縛っちゃえばよくないみたいな。だって結局さ、あの車鍵がないから乗れないとかさ、その鍵が強いから乗れるとかあるけど、あの車の盗難するやつはさ、どんな鍵でも盗むでしょ。だから、まあそれと一緒で別に盗めてもいいんじゃねえのみたいな。もうそもそも鍵ランクというものが存在するから、なんかその電動が強かったり、その、豪華限定版が強いみたいな。なんかそういう位置づけをなんか取られちゃうのかなと思ってさ。ね、どう思います皆さん。だ、今豪華限定版全く興味ないでしょ、みんな。俺もね、ぶっちゃけ興味ないんです。あの前々にもね、その運営さんにもちらほら言ってるんで、あの話し合いがあるという、まあ別に詳しい話をしないから、まあ別にいいでしょう、概要ですから。まあその豪華限定版がね、今ね、完全に空気化してるので、やっぱりそれはいかがなものかと。電動車っていうのは基本的にさ、まあ15万以内で取れるもので、まあ、それを目指して取ってしまうと、それを取ったらもう今後ね、セダンいらない、もう取らない、次の電動車が来るまで全くもって課金をしないって人も出てくる始末で、そのゲームにおいてどうなのかなと思うわけですよね。それに関して、その豪華限定版に関しては、毎月まあ魅力のある車であれば、まあ、取りたいななんて、そんな欲を駆られて、まあ課金欲にはつながりますよ。だからまあどうなのかわかんないけど、まあとはいえ
とはいえ、あの電動車を取るって15万とか、まあそのぐらいかかるわけじゃない。それって、あの普通の一般のさ、アパレルとか飲食とか、おーと、なんかいるぞ、おい。ちょちょちょ、パパパパパキュー言ってるから、ちょっと待って、おい。こっち引いちゃおう。え、スコーンと。人間っぽいな。とはいえね、その客単価で考えると、一人15万の客単価って、どえぐいけど。まあ、電動車乗る、取るだけっていうね。その選択肢も、まあもちろん、それだけでも十分えぐいと思うんですよ。一人15万。まあ、だがしかしよ、豪華限定版にしていた方が、間違いなく、荒野行動の売り上げには繋がるわけですよ。エンドレスだから。結局さ、なんかその、ピンマクが来たーって数ヶ月後にはもっと上のものが来ちゃったりさ。まあ、ピンマクの歴史は長かったけどね。まあでもそういうもんじゃないですか。だから、僕はこの動画を出すことによって、その、定義したい。豪華限定版を強化してほしい。じゃあ、どんなね、どんな差別化ができるのかと、豪華限定版。まあ、例えばさ、まあ、じゃあ、鍵ランクじゃ変えたとしましょう。ただ、性能はさ、もちろんなんか既存の車であったりするものを豪華限定版バージョンにするわけだから、まあ、そこまで強くねえぞと。であればさ、もう性能いじっちゃおう。性能いじっちゃうってどうですか？例えばさ、あの、ターボボタンを押すと、普通のターボより 1.5 倍速い。それが豪華限定版。どうですか？まあ、ぶっ壊れぶっ壊れなんて言うけども、電動車十分ぶっ壊れですから。別に、そのどこがぶっ壊れるか、その許容範囲の内のぶっ壊れであれば許されるんじゃないかなと思うんだよね。ただ許されなかった電動車のぶっ壊れの部分は、新電動のバリアだよね。バリアは、クソ叩かれて亡くなりましたけど。でもまあまあまあ。なんかそのさ、すべてが売れる環境を作るのに関しては、そういうことに関しては、なんかちょっと、もうちょっとうまいやり方あるんじゃないかなとか、ちょっと思うよね。おっと、ちょっと待て待て待て、なんだ？敵かこれ？ん？ボットかこれ？敵か？おぉ、ちょっと俺うまい風じゃない？ちょっと。これがボットでも人間でもどちらでもいい。かっこよかった、これ。ボットだけでキルシュー作ったのか、ほんと。皆さんは豪華限定版どんなイメージをお持ちですか？まあ、もしよかったら、その今の豪華限定版のなんか立ち位置とか、電動車の立ち位置とか、そのセダンに関してのご自身の意見があったら、コメント欄に書き込んでほしいんですよ。主張があったら。俺はこう思うけどな、とかあったら、ちょっと教えてほしい。いや、俺もなんかさ、やっぱ荒野行動の公認実況者として携わらせてもらう、まあ一人として、かなりその、まあ、金枠の車、セダンに関しては考えてます。で、運営さんともなんかそのミーティングだったり、いろんな意見とか吸収させてもらって、なんかより良い荒野行動の環境を作っていきたいなと思いますので、これは確かにと思うようなそのコメントがあったり意見があったら、それはもちろん取り込ませていただいて、運営様に共有させていただきますので、皆さんよかったらよろしくお願いします。というわけで、今ね、セダンを探してるんですよ。一切ないんだけど、セダン。ちょっとセダンのところへ飛ばしましょうか。あったあったあった。やっと見つけた。どんだけ探させんねん、これ、セダン。いきますよ。1、2、3、はい。あ、ちょっと敵倒したとき、これ取ったんだ、そういえば。そう、これ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 。おい、かっこいい。なんで、給電度が鍵ランク高いからね。これでもう鍵ランクわかりますよね。給電度のが高いっていうの。え？待って、これ。遮音しなくない？え、遮音全然なんないんだけど。スピードに関しては、まあ、ちょっと、ちょっと前の車なので、遅くはないけど、そこまで速くはないかな。遮音がね、すごい静音。なんかもうビップ車って感じ。そんな感じ。ちょっとサムネ撮らせてください。2台並んだサムネがね、威力が爆発的なんで。さあ、かっこいいですね。ちょっとキルログ邪魔だな。キルログ消えてください。キルログが消えたら、はい、サムネ撮りました。オッケー。さあ、行きましょう。アンチがだいぶね、縮まっと、待って。これは、お坊ちゃん？お坊ちゃんの説あるけどな。あ、どうだろうな。でも、これ物資湧いた近くにいるってことはちょっと怖いですね。お？なんかいるんだけど。あ、これはお坊ちゃんかな？はい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 。かわいいもんですわ。なんかでもなんか撃ってたな、こいつな。銃声鳴らしてな。ん？左？なんかいる。あ、これもお坊ちゃんかな？まあまあ、こんなのね、終盤とかどっかしらにこういうさ、なんかピークタイムみたいに来ますからね。ボットが集中してくるみたいな。ちょっとお物資でもいただきましょうか。は？え？人間なんだけど。え？危な！これですよ、これ。これが一番怖いんだって。ちょっとな、人間いるなら教えてよ、さっき人間ですよ、言うて。全体 VC でさ、ちょっと教えてよ、怖いわ。あと残り8人でしょ？お？ちょっと待って、撃たれて。え、これは人間か？ん？ 2 階？大丈夫？おー、ちょっと待って。銃声も鳴ってるけど。あ、なんか2回いるな。あ、オッケー。それ5回。ちょ、グレー飛ばしてやろうぞ。よし、おねんね。あ、ちょ、待って。危ない。マジで危ない。ギリギリ。おねんねしな、おい。全然当たってない。グレー苦手なの忘れてた。
待て。おー、なんか、すごいな。え、もう一人来た？下降りた？上いるよね、まだ。ん？外？ん？二人なんか足跡あるけど、それは、あー、なんかいましたね、いました。いた。全然当たんねえ。待て、落ちてる。もう魚食ったろうよ。いた。オッケー。よーし、来た。あと5人か。オッケー。ちょっと待って、こっちは多分いないから、俺めっちゃ強いポジション取ってない今。あ、でも次アンチ外れてんだ。ん？いた。オッケー。いや、今のはさすがにガーサスでしょ。今の。ん？いるね。待って、あいつやろう。この木の裏。おっ！よいしょー！いいねえ。苦語格最強。何発ミスっても大丈夫。どこにいらっしゃる？あと二人。いた。あー、待って。逃げられた。いた。なんか、船虫みたいだな、岩にくっついてると。そろそろそういうシーズンだぞ、おい。船虫のシーズンがやってまいりました。あ、どこだ。どこだ？あと二人。怖いから、投げもいっぱい投げんといて。怖い。あれ？車がある。ちょっと待てよ。間違いなくこの辺にいるんだけど。ん？あ、いた。いたわ。おー、なんだこれ。ウィーンって上がった。またなんかいる。オッケー！ウォー！俺に任せとけ。ハルパパに任せとけ。文句があるなら、俺に言え。くだらないライブは僕から割って流しとけ。最高にクールな時間の始まり。Listen on the country, Hololive ステージも淡い。